今から10年前の今日、役者渥美清さんがこの世を去りました。私、生まれも育ちも葛飾柴又です。姓は車名はプラチナ、人呼んで風天の徳と発します。映画男はつらいよの主役風天の虎この役で渥美さんは国民的な人気者になりました。虎さん泣いてもええ。26年間寅さんは演じ続けました。そんな渥美さんが役者として出発したのは浅草のストリップ劇場。幕間のコントを演じていました。その後、風天の虎と出会うまでに様々な役柄に挑戦してきたことは今では忘れ去られています。試行錯誤を繰り返した時代、人々の心を激しく揺さぶる名演技もありました。渥美さんが亡くなってからね、もう10年経とうとしてるけども、やっぱり年ごとになんか思うのはこうすごい人だったなってことですね。本当の性格俳優のドラマができたでしょうね。シェイクスピア劇をちゃんとやれる主役の人ですよ。類いまれな才能は一体どこで培われたのか。昭和の初めに生まれ激動の時代を生き抜いてきた渥美清さん。戦後の日本人から最も愛された男の知られざる役者人生に迫ります。これ泣きの涙で舐め出した品物だよ全部、ね、震災橋から天王寺一流のデパートで紅を拾いつけたお姉ちゃんにください、頂戴でお願いいたして、これ2000円が3000円くだらない品物だね。朝の匠の神じゃないけど腹切ったつもりだ、腹切ったつもりだ、もうやけくそ、やけのやんぱち、日焼けのなすき、色は黒くて食いつきたいが、あたしゃいればで歯が立たないやったらもんだよ。どうお母さん持ってってよ、これこっち腹切ってんだからさ。一世尾形さんは生前の渥美清さんがその才能を高く評価していた俳優です。先生、お時期が大変お世話になりましてありがとうございます。あ、ご親戚の方ですか、はい、よかったですね。いや、これも先生のおかげ。映画男はつらいよにも何度も出演している一世さんに渥美さんの残した言葉の朗読をお願いしました。渥美清さんについて書かれた本は数多くありますが、自らの人生を語ったものは限られています。今回はさまざまな文献から本人の言葉を拾い集めました。そして役者渥美清の人生をたどってみました。私、生まれは東京上野車坂、不忍池で産湯を使った根っからの江戸っ子でございます。姓は田所、名は安男、人呼んで渥美清と発します。この世に生を受けた後は下町の板橋で育ちました。渥美清、本名田所康夫さんが生まれたのは昭和3年、上野車坂、現在の上野7丁目、駅の向かいの一角です。戦前は庶民が肩を寄せ合って暮らす長屋が並ぶ典型的な下町でした。渥美さんが生まれた翌年、日本はニューヨークに端を発した世界恐慌の直撃を受け、かつてない大不況に見舞われました。貧しい農村から売られた娘たちが東京に送られてきました。大陸では軍部の独走が始まり、暗い影が忍び寄る時代でもありました。
小学生の時、一家は板橋に引っ越しました。上野から転校した渥美さんはどんな子供だったのか。当時の同級生を訪ねました。見ていただいて、昔は落ちこぼれだ、やっぱりね、あの子と遊ぶなとか言われるぐらいの、もう悪かったんですよ。でも話術とね、その声とね、これが最高ですね。もうその時から、その時から雨が降るでしょ、はい、雨が降ると体操の時は意外できませんから、はい、自習ですよ。で自習の時に自分でいわゆる芸を出すわけです。黒板の前行って一人一人、ね、その時に渥美清はうまい、素晴らしい落語をやってるわけ。もう一人の同級生小菅さんは、テレビや映画で見慣れたあの明るい渥美清さんとは全く違う印象だったと言います。あ、ここに校舎がある。向こうとは平行の家で、田所はその辺でもって体操になると、うん、鉄棒のところで一人でポツネーンと同じ組の生徒が体操やってるのを見てたの、しょんぼりと。あ、それ体操やらなかったんですか。やらないです、全然。あ、なんでですか。栄養失調だから。痩せてからやる気ないんじゃない。欠席の欠、食は食事の食、食事を書くわけですよ。どう呼ばれたんですか。え、どう呼ばれたんですか。欠食事です。で、親の中には欠食事と遊ぶなと、悪いことばっかり、いたずらばっかり覚えるんだから遊んじゃいけないっていう親もいたんですよ。当時は家が貧しくて弁当を持ってこられない子供がたくさんいました。渥美さんもそんな一人でした。病弱で学校も休みがち、家で日がない一日ラジオを共に過ごしていたため、話術が磨かれました。これが当時聞いていた放送。パッと抜き放つと一緒に左の手に残った刀の鞘を波間へ投げ捨てた。小次郎負けたり、鬼、今日の試合はすでに勝負があった、万事の負けと見たぞ。誰、何をもって。親父はろくに仕事もしないで寝てばかり。以前はどこか地方新聞の記者をしていたとか。社会の朴宅だったはずの男が一日中寝てばかりいるようになったのは、きっと何かに挫折したのだろうと思いますが、その原因は定かではございません。6つ違いの兄貴が1人おりました。会社勤めしながらよくエッセイなどを書いていましたから、きっと作家になりたかったのでしょう。ところがかわいそうに25歳の若さで結核にかかり死にました。まったく、よく寝てばっかりいるよ。おふくろは会津の女でございます。とても単純で勝ち気な女で、辰年生まれの私にはいつもこう言っておりました。辰というのは最初は水の中に潜っているけれど、そのうちに天に昇るものなんだ。だからお前もいつまでも水の中に潜ってないで、時が来たらいち早く天に昇って出世するんだよ。そんな母の願いとは裏腹に、時代は戦争一色になっていきました。戦争中は学徒動員で軍需工場へ行き、軍用機のラジエーターを作っておりました。そのうちに戦局が悪くなり、 B-29 が毎晩のように東京空襲にやってきて、おちおち眠れなくなりました。
食べ物も不自由になりました。埼玉や千葉の田舎に南京豆の買い出し。その途中グラマンの機銃奏者にたびたび会いました。そのたびに私たちは絶叫するのでございます。この野郎、畜生、俺も撃っちゃうよ。日本が戦争に負けた時、渥美さんは17歳でした。何度も空襲を受けた東京は一面の焼け野原となりました。渥美さんのふるさと上野には巨大な闇市が現れます。焼け跡に飢えた人々が集まり、物々交換が始まったのです。生きるためには何でもする荒くれ者の無法地帯。戦勝国となった中国や朝鮮の人々と日本人の暴力団の激しい対立も見られました。終戦直後の上野ってとこは誠に凄まじいとこでございました。与太者、暴力団、不老者、スリ、全部これ上野ですから。私ここをブラブラしているうちに不良少年と付き合うようになりました。賭場にもよく出入りをしておりました。サイコロ賭博をやりに来た客人にお茶を入れたり、頼まれてお寿司を注文したりしてたのでございます。当時のアメ横は日本人と同じ皮膚の色をした外国人が治めていましたから、自分もそっちの戸籍だと言った方が商売上得だったので、お袋は日本人だけど親父は向こうなんだよなんて言いふらしてもおりました。闇市で過ごした渥美さんの青春時代とは一体どんなものだったのでしょう。当時渥美さんと同じようにここで青春時代を送ったという人に出会いました。上野の顔役、長田明さんです。結構危険な匂いのする街だったんですか。そうですね、やっぱり人殺しみたいなのもあったようなところですからね、はい、長田さんは渥美さんと同い年、戦後このアメ横でずっと生きてきました。当時ここで商売をしていた渥美さんの姿をよく覚えています。ちょうどこの今のバケツでなんか雨を止めますね、はあはあ、水を止めてこの路上の、はい、この一角でやってる、はあ、だから人がいっぱいたかるから、それは道半分ぐらい人だかりになりますよね。だいたい 4,50 人ぐらいはやっぱりためないと、まあ、5人ぐらいでやったんじゃ商売になんないですから、ね、はあ、ここへこうしゃがんでるわけですからね。まだ10代の渥美さんはこの場所にしゃがみ込んでいました。こういうふうにしてる。年上の男と組んで家出少年が大切な荷物をかき持っているようなふりをしながら闇物資の石鹸を売っていたといいます。これお前石鹸じゃねえか、うん、お前どっから取ってきたんだと。違うよ、おじさんとこの会社のだよってこう言って始まるわけで、おじさんの会社からどうしてんなもの持ってくんだって、いいんだよ僕んだよ僕んだよって、もうそれはあの余計なことを言わせませんから、はい、そうするとどんどん人がたかってくる、うん、お前お金が欲しいんだろうって、ね、買って欲しいんじゃないのかって言ったらね、うん、買っては欲しいけどもって小さい声で言うわけですね。でそれで全部買ってやるかお前いくらだいっていうようなことで、全部それをね、みんないるんだからみんなに買ってもらおうじゃないかって、ね、全部でいくらになったらいいんだっていうようなことでやるわけ、なんか路上で芝居やってるみたいなもんですね。結局漫才師がやってるんですね、なんかね、落語家っていうか、はい、当時アメ横には路上で商売をする敵屋が大勢いました。渥美さんはそんな彼らに惹かれていきました。あるいはこの袋の中ではどこにある敵屋、これは昭和30年代に映された敵屋の貴重な映像です。私の兄弟と変わってね、で男蛇と女蛇を言っちゃ私が踊らすから、蛇が踊ったら皆さん方ね、よく手を叩けて分かったね。
はじめは毒のない蛇もたくさんおります。私は少年にちょっと毛が生えたような頃からなぜか敵や家業のおじさんたちの持つ雰囲気に見せられておりました。ねじり鉢巻きをキリッと締めて手鼻をピーンと噛みながら、さあこれ売っちゃうぞ今日は、なんて威勢よく言ってた敵屋のおじさんたちの息、あるいは吐きとでも申しましょうか。それに汗拭いてスッと帰っていくあの身じまいの仕方、つま先だけツッと草履を引っ掛けて帰っていくあの感じに、私は大人の生きや社会人への成長といったものを連想したのでございます。単価倍の稽古をする敵屋の姿、どこか聞き覚えがありませんか。三は散々苦労する、三で死んだか三島屋のおせんべい、ね、33は女の役、ね、本を買ってもらって役前を育ては申し訳ない、四角四面は豆腐屋の娘、あら色が白くて水臭いね。三で死んだが三島のおせん、おせんばかりがおなごじゃないよ、白く咲いたか百合の花、四角四面は豆腐屋の娘、色は白いが水臭いと四ツ谷赤坂麹町チャラチャラ流れるお茶の水、粋な姉ちゃんタチションで。しかし楽しい口条で商売をするのは敵屋の表の世界。姓は大塚直政雄です。今お見知りおきお頼みします。親分さんによろしく引き継いでおられます。裏に回れば命のやり取りも避けられない危険な世界でした。まあ、こんなにねスレンドしてないですから。当時翔ちゃんという敵屋の兄貴分と付き合っていた長田さんにこの世界に見切りをつけるきっかけとなる事件が起きました。そういう辞めるきっかけになったのはどういうことですか。やっぱりその翔ちゃん殺された、ああもう僕も殺されたら大変だっていうようなこととか、やっぱり嫌だなっていうことから、やっぱ試練と足が遠のくでしょ。だからそれはやっぱりそういったあの敵や仲間に入ったとしても長続きしないというか、やっぱおっかないですから。そこにと森の茶屋とかっていうのが書いてありますね、はいはいはい、でその先にあのクラブがありましてね、でそのあのバーのようなものがあって、でそこでやられたんですね。殺された理由は何ですか。なんかやっぱり何でもないことですね。偉そうにしたとかしないとか、顔をよく言うじゃないですか、面を切ったとか。だから先ほどお話してたその厚見さんなんかの場合も、結局まあお辞めになったきっかけっていうのは何か僕はそれも絡んでんじゃないかっていうような気がしてならないんですよ。私役者家業に足を踏み入れたのは日本が敗戦の痛手からそろそろ立ち直り始めた頃でした。ある劇団の座長さんが肩で風を切っておりました私を見かねて言ってくれたのでございます。お前さん、いつまでもよたっていたら豚箱行きになりかねないよ。どうだい、一つこの辺で足洗ってうちで幕引きでもやってみねえか。私ついその気になり役者家業に足を踏み入れました。その後他の劇団を転々とし、浅草ロックのストリップ劇場の専属コメディアンになったのでございます。戦前から娯楽のメッカだった浅草ロックは戦後間もなく復興し、かつてのにぎわいを取り戻しました。松倉久幸さんは当時フランス座を経営していた父親について修行中の身でした。とても我々がこっちからこっちまで横断できないほど人があふれる。ごめんなさいごめんなさい、かき分けなかったらこっちからこっち渡れないぐらい、ものすごい人、でこっちの角フランス箱にベーン厚見清がここで出演してたわけですね。フランス座がオープンしたのは昭和26年。食べることに窮々としていた庶民に娯楽を求めるゆとりができた頃でした。この舞台でおよそ30人の踊り子と10人ほどのコメディアンがしのぎを削っていました。
当時フランス座はストリップショーを呼び物にしておりましたが、芝居にもとっても熱を入れておりました。私の入りたての頃、座員の連中はヤクザが入ってきたなんて陰で言っていたそうでございます。お兄さんぶりが板についていた私の顔は獰猛でしたから、ヤクザ上がりとしか見てくれなかったのでございましょう。向こうが出てきてこっちトトーン来たり、ここからポーンって行ったりね、うん、舞台せここは当時渥美さんが出演していた舞台、ここで連日満員の客を沸かせていました。渥美さんは昭和28年、近くの小さなストリップ小屋から当時浅草一と言われたこのフランス座に座長として招かれたのです。ここが渥美清が立ち、要するに、コメディアンが、コメディアンのいた楽屋でございますね。あ、じゃあ男性の、男性ので、渥美清は一番奥にですね、こう伝統を構えてね、こんな感じでね、来るお客さんとお伝えしたりね。その頃渥美清を訪ねてくる人も大勢いましたね。もちろん踊り子さんも来れば、それからあの男の方も来たりね、渥美清がちょっと舞台へ出てくるだけでもうお客さんがドーッとね、笑う。俺まだ何にもやってないよって、確かに何にもやらねえのにね、もう舞台の袖から出てくるだけでね、舞台へ出てくるだけでもドーッと、ね、しかし踊り子に比べてはるかに安い出演料、しかも芸の肥やしにと夜な夜な安酒を煽り、懐はいつも空っぽでした。コメディアンはほとんど踊り子に支えられていましたですね。当時の踊り子さんっていうのはなかなかね、気分のあるいい踊り子さんたちがいっぱいいましたね。これみんなこう大勢、おいおはよう、おはようございます。これみんな、これみんなね、踊り子さんたちが楽屋でね、これ化粧したりね、していましたけどね。まあ踊り子さんもそういうあれでしょう、食えないコメディアンをこうなんとなくこう食べさせてあげるっていうことに、こう生きがいを感じたというかね、当時の浅草でふとしたことから渥美さんと出会い、生涯友情を深め合った人がいました。脚本家の早坂明さんです。夢千代日記、花遍路など人間の生と死を深く見つめた情感あふれる作品を生み出してきました。夢千代さん、懐かしいですけど、ある意味じゃ別な町になってますよね。 ある意味じゃ綺麗になってるんですよ。なるほど、あそこだ。2人が出会ったのは昭和27年、ムック通りの外れにある銭湯でした。わあ、すごい富士山だ。愛媛県出身の早坂さんは当時上京したばかりの大学生、学生運動の先頭に立って大暴れし、公安の目を逃れて近くの赤線地帯に潜伏していました。昼間こっそり一人で風呂に浸かっていたところへ入ってきたのが渥美さんでした。あ、人が入ってきたな、嫌だなと思ってたんだけど、だから脇すっと酔ったわけです。そしたら汗が入ってきて、あいちゃん逃げてんのかいって言うんだよね。見透かされちゃったんですよ。こいつはなんか悪いことして逃げてるやつだなと思ったんですよ。普通だったらこう見ますわな、見ないでスーッと脇酔ったから、厚美ちゃんも危ない仕事をね、いささか危ない仕事をしてたから分かるわけですよ。この時以来、1歳年上の厚美さんは早坂さんにとって面倒見の良い兄貴分のような存在になりました。早坂さんは厚美さんとの縁でストリップ劇場に足しげく通うようになりました。この日は
当時の劇場の雰囲気をよみがえらせてみました。フランス座では2時間のストリップショーの合間におよそ50分間のコントや軽演劇が行われていました。ちょっと頭おかしいんじゃないの。いい音だな。ストリップショーは戦後生まれの娯楽です。戦時中長い間窮屈な日々に耐えてきた男たちは惜しげもなく肉体を晒す女性たちの登場に仰天し大きな解放感を味わいました。戦争に負けて悪いことばっかりじゃないと思ったんです。もう大っぴらにね、女の人がダーッとね、ダーッとやるわけでしょ。声かけて、これが道すぎかと思ったけど、こう来てる人はもう裸をあがめてるわけです。あがめてみるっていうのはこれ道すぎですよ。しかしこの舞台で場をつなぐコメディアンは大変でした。みんなね、早く裸出せとかね、でもかなりやじられるわけですよね。だから相手役をぶん殴るわね、捕まえるわ、酒飲んでやってるもんだから逃げ回るわ。逃げ回るったってその両端は逃げられないですよね。だからこちらに逃げるわけですよ。だから客が逃げるの相手をまた押し返して、だからそういう意味じゃ体張ってる、このお客を逃さないぞと、50分は笑わせてやると、面白かったと言わせてやる。そうでないとストリップの合間にね、安いギャラでねバカにされながらやってたまるかみたいなね、意地があるわけでしょ、体当たりで観客と向き合っていた浅草時代、晩年の渥美さんはこの頃を振り返って一編の詩を残しています。ジメジメとした小雨の降る蒸し暑い土曜日、劇場はムーンとした熱気でつま先だった観客で前に、何をやっても何を言ってもうねって押し寄せる爆笑の波。さあ何でもやれ、どんなことでもしろ、今夜お前のすることだったら全部 OK だ。そんな熱気が舞台裏にも反応する。舞台両袖の奥に出番のない踊り子がびっしり、ただただ人に見られているという絵も言えぬ快感。この夜の時が無限に続くような、うぬぼれの馬酒に酔いしれる一瞬、あれは青春だったのか。舞台化粧をした一匹のオスの精一杯盛りのついた春の酔いの夢だったのだろうか。フランス座の専属となった翌年の昭和29年、思わぬ試練が渥美さんを待ち受けていました。当時死の病と言われた結核に侵されたのです。忘れもしない、あれは桜の咲く頃でした。私は病院の坂道をとぼとぼ歩いていました。診断を下したあの先生は、1年入院だなと言ったっけ。1年は365日だから、毎晩寝る時にカレンダーの日付を赤鉛筆で囲っていけば、全部囲み終わった時に退院できる。これが
私が最初に考えたことでございました。入院した日から孤独な日課を続けたのでございます。入院したのは埼玉県の東の外れにあった病院。梅村三郎さんは同じ一角で渥美さんと一緒に闘病生活を送りました。当時19歳の板金工だった梅村さんは7歳年上の渥美さんにとても可愛がられました。ここを退院した後も人生の折々で励まされてきたといいます。二人が入院していた病院の跡地、ね、そう昔のままこれ。生きてここから出られるのか不安でいっぱいでした。そう通りがあったでしょ。これがなんか病棟の跡地か、跡地みてえだな。このこれが下がね新館ってのここに平屋ですけどね。病棟から手術室に向かう石の廊下。その頃結核を外科手術で治す方法はまだ始まったばかりでした。結核になるとこの人の命はもうほとんどないもんだ。命は短いっていう、長生きはできないっていう、うん、だからこの手術なんていうのはもう時はもう藁をもうすがる思いのね、うん、つもりで、うん、その代わりまだね当時はねこういう手術が始まったばっかりだったんですよ。肺切除っていうのは取っちゃうのはね、うん、だからねもう見せますけどね、こういう感じでね、うん、こういう感じでね、うん、これはどこまで行ってるんですか。こっちまで行って当時の結核療養所、新鮮な空気の中で安静にするというのが治療の主流でした。菌に侵された肺を摘出する手術では10人のうち4人が失敗して死ぬと言われていました。たとえ成功しても体力の著しい低下と周囲の偏見で社会復帰は極めて困難でした。渥美さんはこの手術で右の肺をすべて摘出したのです。手術後のある日、梅村さんは渥美さんの突飛な行動に驚かされました。100メーターかそのぐらいあったかな。遠くの方でねお釈迦さんが3人ぐらいね野良仕事してたんですよ。夕方だけどねそこの農道をねこう2人で散歩して、じゃあこうやってしゃがんでみたらね、いきなりね後ろからね、農家の皆様一日お仕事ご苦労様です、天皇陛下万歳って言うんだよね。ああ最初俺ふざけてんのかと思ったの。ああで顔見たらね真剣な顔してる。そしたら向こうがね聞こえてねこう立ち上がったんですよ。よしってうんなってねって言って自分の声が届いたから、ああ発声練習、うん発声練習って、うん、今舞台でもらあの人は舞台だったからね、マイクとかないからね、はいはい、声が通らないし、はい、自信つけた。病院の人々はその日その日の命をギリギリのところで抱きしめて生きているんです。どんな見舞いを受けても誰に慰められてもどうにもならない。結局戦いは自分一人でやるしかないんですよ。僕にとって2年半の闘病生活は決して空白ではありませんでした。何か断る度ごとに僕はその頃のことを思い出すことにしています。僕の戦場であった病院生活での戦いを。昭和31年浅草フランス座に復帰。渥美さんは人が変わったように酒もタバコもきっぱりとやめていました。役者一筋の道を歩み始めていたのです。敗戦から8年、テレビの時代がやってきました。
り物。渥美清さんもその波に乗り始めます。モダンな姿に美しい声、しばしお楽しみください。男臭く乾いた涙、ほろ苦い恋の思い出、そんな中に夢見る僕。浅草の顔から全国の顔へ、この時代渥美さんはどんな夢を見ていたのでしょう。昭和28年2月、テレビの本放送が始まった。人々はブラウン管に映し出されるさまざまな映像に新しい時代の始まりを感じた。テレビ時代の到来は人々の娯楽を一変させました。これは街頭テレビに群がる人々、力道山のプロレス中継に熱狂しました。まず激突する2時間です。力道山大奮戦です。これまで劇場や映画館に足を運ばなければ見られなかった娯楽が茶の間で楽しめるようになったのです。渥美さんも浅草時代の仲間とトリオを組んでテレビ局に売り込みに行きました。夢を見ましょう。テレビに出演するようになった渥美さんは、今まで出会ったことのないような山手育ちの女性たちと出会いました。浅草から来たって言うんでね、私なんか怖いんじゃないかと思ってたんで、なんてそば寄らないようにしようってこういうふうに思ってたんですよね。でももちろん後でうんっていうお友達になりましたけど、初めの印象はもうちょっとそれで目が鋭いでね、キキッとこういうふうにするので怖いかなって思ってたんですね。で後で渥美さんは渥美さんで、なんかある時私にね、なんだこの雨って言ったらしいんですよね。で私がね、アマとおっしゃるとって言ったらしいの。ああやだやだ、この手の女はやだってね。西南の駅に起こりました。明治10年にアメリカではエジソンがレコードを発明いたしております。そして日本には初めて電話が輸入されました。おいどんはもう離岸前解釈は頼む。うん、はい、最後どん電話は前に電話、もしもし、高森でごわすわい。あ、もしもし、あの、勝ってますか負けてますか。ちょっとね、これ長距離でね、お値段がお高いんでね、早く答えていただきたい。勝ってます負けてますどっちです。あの、競馬の予想じゃないんだからね、勝ったか負けたとかそういうことじゃなくて、もし歴史のことが知りたかったら、あの、10年前後のね、西南の駅って歴史の本読んでください。じゃあどうも。テレビの世界に飛び込んだ当初、渥美さんは浅草の舞台との違いに戸惑いを隠せませんでした。もうね、渥美さんもね、本当におかしい人で、あの、一緒にミュージカルみたいなものも随分やったんですよ、バラエティみたいなの。それで振り付けとか一緒に踊ったりするでしょ。で私なんてこんなお尻に羽つけて、それ足なんか出したりして踊るような時に、渥美さんもタキシードみたいに着てるんですけど、振りを忘れると最後必ずね、こういう風になっちゃって止まるのね。で何なのって聞いたらね、これ見え切る時の格好、あの、国定忠治とかそういうで、浅草でなんか途中でこういうふうにバイバイやると、なんかね、あの、声がかかったりお金が飛んできたりするんですって。だからいよいよ分からなくなったらこれで、あの、止まっちゃうっていう、そんな人知らなかったんで本当に驚きましたね。しかしすぐに浅草の芸風から切り替え、得意の話術を生かしてお茶の間向けの芸を身につけていきました。私、会計だけでも手伝わせていただきましょう。こんな嬉しいことありませんね。あの、会費なんか分持ってっちゃうって、そういう人いるんですけどね。気をつけてくださいね。ああ、ちょっと、その犯人、私ですよ。ご冗談。おかしいですよ。おかしいですよ。笑っちゃう？お笑い。どう？いっそのこともめでたいから。子供ってみんなで、パラッと明るく笑いましょうか。長野県小諸市、
この町で電気会社を経営している井出聖華さんは、生前の渥美さんから小諸のお父さんと呼ばれる親しい間柄でした。この辺がみんな、この辺がみんな渥美さんの品物です。井出さんのもとには、渥美さんが個人的に所有していたおびただしい数のスクラップやアルバムなどの遺品が保管されています。このスクラップを見ると、マスコミに注目され始めた頃の渥美さんの様子がよくわかります。テレビのアイドルもてはやされた姿、出世を期待していた母親とのツーショット、役者になるのを父親に反対されていたという事実、結核で肺を片方なくしたため丈夫で長持ちする役者になりたいと語ったことが、こんなキャッチフレーズになっていました。そして尊敬する人は森重久弥と語っていました。戦後の芸能界に新風を巻き起こした森重久弥さん、喜劇も悲劇も自在に演じ分けられる俳優として一世を風靡しました。なあ、ここの前代は何でに入る。下積み時代の苦労に支えられたしっとりとした演技は、喜劇俳優たちの憧れの的でした。どないしてんな。映画のおばんな、二人で濡れていこいな。森重さんは渥美さんの才能を早くから見抜き、自らの劇団の旗揚げ公演に抜擢しました。俳優加藤大輔の体験記をもとにした南の島に雪が降る、昭和19年戦地ニューギニア、飢えとマラリアに苦しむ兵隊たちを慰めるために結成された軍の演芸班、芝居に熱中することで絶望を乗り越えようとします。女方を演じた渥美さん、居並ぶ大物役者に混じって存在感を示し、笑いと涙を誘いました。今回この番組のために森重さんは亡き渥美さんに向けてこんなメッセージを寄せてくれました。ただ思い出せば懐かしいことばかり。浅草に出ている頃から好きな役者だった。ニューッと笑って拗ねたような顔をして歩いてる清が好きだった。心残りはもっと一緒に仕事をしてあげられたらよかったな。亡くなる 2,3 年前ばったり会って話をした。お父さん、僕は長く生きられない、清との最後だった。森重さんは自ら大金を投じて制作した大作映画にも渥美さんを起用しました。玄関の知床半島で海に生涯をかけた男の物語、ほとんど映画の仕事に馴染みがなかった渥美さんにとって映画界進出の足がかりとなりました。おい、ついでに酒か、一緒にやっぴな。あんまり口から泡吹いて怒るでねえよ。おみもタラバガになりちまうぞ。こうやって、ほら、横ばいだ。ほう、こうやって。ごっつさんでした。
脇役でね、脇役というか、まあ、小さい役でひょこっと現れて、全体の雰囲気とは関係なくこうでかい面をしてるっていうような感じでね、なんかこう非常に目立つ面白いコメディアンだなというね、ことで注目してはいましたね。お前はお医者さんごっこやってんのかよ。昭和37年、そんな渥美さんが待ちに待った主役の仕事が舞い込みました。女にモテないスリの男が巻き起こす騒動。惚れた女性にいいところを見せようと張り切ります。全六か、てめえなんかの出る幕じゃ引っ込んでろ。せえ、俺の目の前でくだらんおちやつしょしねえぞ。そんな小さな目してて見えんのか。なに、おい、早いとことっとと消えてなくなり調子いいだろう。かだろう、おっと、ラララララと、ほら、あんたの、こうか、もう一回待望の主役とあって熱演する渥美さんですが、渥美清という俳優が非常な大物であるってことはみんな認識したんだけれども、その彼を生かす役というのはどういうものなのか、それがなかなかつかめなかったっていうことじゃないでしょうか。ちょうど同じ年、テレビや映画で空前の大ブームが巻き起こっていました。植木仁さんです。君ね、初日から遅刻とはどういうこと。部長さん、固いこと抜きでいきましょう。え、俺はこの世で一番無責任と言われた男。植木さんが演じるサラリーマン平仁は軽やかに出世していきます。苦しかった戦争を振り返るよりもバラ色の未来を夢見ていたい。高度成長時代の庶民の心を捉えたのです。渥美さんはライバルの植木さんに大きく差をつけられました。ご苦労さん。翌年の昭和38年、渥美さんの実力を初めて世に示す映画が公開されました。戦後18年、戦争の記憶を風化させようとしている日本人を立ち止まらせる映画でした。背景、天皇陛下様。それを組もう。天皇陛下の席士として恥ずかしくない立派な兵隊にならねばならん。席士ってなんじゃ。誰が喋ってるやつだ。主人公は孤児として育ち、職を転々としてきた男山田翔介、通称山翔。殴られても蹴られても軍隊ほど住み心地の良いところはないと思い込んでいます。はい、妊婦やってる時に喧嘩しての臭い飯食わされたんじゃ。そのこと思えば軍隊は天国。こんなに絞られてもか。ああ、雨降っても寒さんの飯食えるしの。退役の日が近づくと、いつまでも軍隊に置いてほしいと天皇陛下に直訴の手紙を書こうとします。その後山翔は中国の前線へ。戦友の最後の言葉が気になります。3時間は生きとったの。ほんならちゃんと言う日もあったんじゃろ。え、何のこと。決まっとらい、天皇陛下万歳じゃ。こいつアホやないか。お前生きるか死ぬかっちゅう時に誰でもそんなこと言えると思っちゃうのか。軍人はどんなことあっても言わんけりゃいかんのじゃ。なんだこの一等兵。おい山城やめんかい。言ったるわい、何歩でも言ったるわい。天皇陛下安在も良い英雄のやつはヘラチョコやるぜ。やろう。根は善良なんだけれども、時としていつでも凶暴になれるような感じっていうのがね、
これがね、これがその普通の、ヒューマニズム映画にない、味でね、観客としてはね、嘘のない正直なかつての日本人を見たと。つまり我々本当は戦争は嫌だったんだとかね、まあ、戦後になると言いますよ。だけれどやっぱりね、戦場で危機として戦った兵隊もいたはずなんでね、そういう感じをねちゃんと体に持っている。これは大変なやはり演技力だと思いましたね。終戦後、不老者同然となった山椒は戦友のために土産を下げてきました。お前それ講談かよ。あんたどうでもええな。奥さん、戦地ではの子飼いに来てここでいい一頃じゃ山椒、うん、お前まさか戦地と同じつもりで。うん、まあ挑発じゃね。バカボン何するんじゃ。挑発とは何じゃ。日本人が日本人のもん取ってくのバカめ。分かった。宗さん、わしゃ宗さんや奥さんに食わしてやりたいと思って持ってきたんじゃ。誰が食うかそのもん。女房にも食わせばその盗んできたもんなんか。宗元のバカ野郎、もしなわい腐ったれ。軍隊という安住の地を失った山椒。天皇陛下バザー、初めてのヒット作になりました。渥美さんは仕事の合間に映画や芝居をつぶさに見て歩きました。そんな研究熱心な人柄を物語る映画がありました。突然渥美さんから僕に会いたいとおっしゃって、ね、ってどんなお話があるのかなと思ったら、前に来られてね、半日さん一緒に映画を作りませんかとおっしゃるわけですよ。はに監督は当時記録映画の手法を生かした作品が海外で高い評価を得て、その名を世界に知られていました。役者としての可能性を大きく広げようとしていた渥美さんは、畑違いの分野にもアンテナを広げていたのです。二人はアフリカケニアの大草原で3ヶ月間のロケを敢行しました。これはその時のスナップ。タオルで結核の手術の傷跡を隠しています。片方の肺を失った渥美さんにとってアフリカロケは過酷な挑戦でした。ジャンバ、日本からたった一人でアフリカに派遣された技術者トシ。彼の任務は学術調査の基地となるプレハブ住宅の建設でした。原住民の助けを借りながら作業を進めますが、ほらほら最低最低最低手伝うんだよ。せーのおじゃくじゃくアジア系だよとペスペスこの野郎。トラブルを起こし長老会議にかけられるトシ。そんな時、証言に立つのはトシに殴られた男ハミシ。ピンチを救ってくれたハミシとの間に芽生える友情。せーの、モジャビビ、立つ。言葉も文化も全く異なるアフリカの人たちの中に飛び込んで作り上げた作品です。渥美さんとの別れを惜しんで村人たちが実際に開いてくれた宴、これが映画のクライマックスとなりました。ヨーロッパで公開された時、渥美さんの演技は高く評価されました。渥美さんってのはうまい人だなと、それはもうそれで非常に感じたんですよ。でこんなにね、このね、
初めて会ったね、映画を見たことない人とね、実にうまくね、その相手の演技を飲み込んで、それにこうね、初めはね、その向こうにこう やらせてね、それに合わせてるように見えながら、実はだんだんね、渥美さんがこう立ってくるんですよね。これはすごい俳優さんだなと思いました。でね、そういう人たちがその渥美さんっていうものをね、こうだん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 一緒にしようとしてるうちにね、なんか渥美さんの深さになんか非常にみんな感銘してくるんですよね。つまり人間としてやっぱ非常に不思議な人間との出会いをアフリカの人たちにもすごくやっぱり体験させたんだと思うんですよ。同じ年、役者として大きく花開いた渥美さんの才能を存分に生かそうという画期的なドラマが始まりました。泣いてたまるかは1話完結のシリーズ。毎回渥美さんが主役としてさまざまな役柄を演じました。社会の底辺を支える庶民の姿が視聴者の大きな共感を得ました。またかとお思いでありましょうが、今ひとたびのご援助を賜りたくお邪魔に上がりました。その中でも大きな反響を呼んだ作品、戦後20年以上を経た東京の少尉軍人の物語。主人公大崎五一は二人の若者と出会います。受験戦争の落ちこぼれと家出娘。あたし赤ん坊ができてんの。ああ、まだお前に名前を言ってなかったな。よし、住所閉めようよ。いいやん、そんなの。そんな彼は偽の少尉軍人でした。君ら少尉軍人騎士をつける資格はない。白衣をつける資格もない。実は空襲で片足を失った戦災孤児だったのです。二人の若者は五一がコツコツ貯めてきた金を盗んで無軌道な行動に。そして男は命を。悲しみに暮れる娘を連れて五一はあの戦没者慰霊碑の前で魂を弔います。私ぶつかっちまって赤ん坊だめになっちゃった。何？ごめんなさい。私もうダメよ。なんかダメみたい。くそー、またかと思いでありましょうが、今ひとたびのご援助をお願いします。私のようなものでも生きていきたいのであります。この作品の脚本を書いたのは早坂明さんです。昭和30年代からテレビの台本を書くようになり、渥美さんと再会。台本を渡した時の渥美さんの反応は今も忘れられません。渡したらなあこれと思ってね、彼はすぐ乗ったんです。こういうのをやりたかったんだ。いたよなあ、こういうのがいたよなあってね、言いながらね、すぐ分かってくれるわけですよ。あの時代を忘れちゃいけないよっていう気はありますよ。渥美ちゃんもなんかも特にあったし、僕もあったし、あの戦争でもさることながら、戦争の後のひどさ、上野のひどさはね、もう嫌になるほど目にしてるわけです。誰がこんなにしたんだ。だから本当に怖い目しますよね。ああいう怖さ出せる俳優さんはないし、あの血の海を生きてきたね、俳優じゃないとなかなか出せるもんじゃないな。自らの体験が生きる役柄を演じた時、人々を深く感動させることができる。この時期、渥美さんは気づいたのです。
昭和43年、渥美さんが主役の斬新なドラマをやれないかという話が持ち上がりました。担当したのは小林俊一プロデューサー。その時渥美さん本人から提案がありました。いや、なんか面白いことやろうかって言ったら、バーッと敵屋の口をしゃべり出したから、熱海で、それじゃあ、面白いや、それやろうっていうことで、始まったんですよ。二人は、ちょうどその頃、松竹で頭角を現し始めていた山田洋次監督に脚本を依頼しました。そして赤坂にある監督の定宿を訪ねます。とりあえず渥美さんと会って雑談でもしたいと監督が招いたのです。渥美さんはここで若い頃から見聞きしてきた敵屋の世界の男たちのことを山田監督に話し聞かせたのです。びっくりしましたね。こんなにそのなんとかイメージ豊かな話をこの人はできる人なんだなと。名人の落語を聞いてるようなもんでね。それから猛烈な記憶力ね。敵屋の工場もその時僕の目の前であの人が延々とやってくれたんだけども、果てしなくこうその工場をやってくれる、どこまで一体覚えてるんだろうこの人はという。だからその相当この人は優れた人だなとその時思いましたね。その時に受けた渥美清という人物の印象をもとに山田監督は風天の虎を生み出したのです。どうだやってるわかるか、俺と覚えてるか、お前なんちゃんだ、おいそうか。敵屋の風天が主人公のドラマは当初茶の間に戸惑いを与えたようでしたが、回を重ねるごとに人気が高まっていきました。私自身回を重ねていくうちに次の本番が待ち遠しくなってまいりました。次の回の脚本を読んでいるうちにじーっと涙が出てきたり、セリフの文句を読むと自分の体が無意識のうちに動いたりしたのでございますよ。そして最終回、ハブを捕まえて人儲けしようと奄美大島へ渡ったトラさん。トラさんは死んでしまったのです。これはテレビ局も猛反対したし、出演者もみんな反対したんですよ。こんな悲しい終わりは嫌だで、言われれば言われるほど僕は意地になってね、この寅さんのようなキャラクターは実は現代じゃ生きていけないんです、そういうことを最後にメッセージとして伝えたいなんて偉そうなこと言って。放送後フジテレビには苦情の電話が殺到しました。なんで殺したんだ、なんであんなひどい目に遭わせるんだ、あれ中には俺は成田のなんとか組のものだけども、うち の若いのがこれからお前のところに講義に行くっていう、そういうのもいたという話聞いて、でそれからまたいろんな手紙がたくさん来たのを見ながら、その間違ったかなと思ったんですよね。これはねまずかった、まあもう一回だけお詫びに作りたいっていうかな、その観客寅さんの愛してくれた人たちに対してね。こうして映画「男はつらいよ」が誕生したのです。
私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車、名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。当初テレビの二番煎じをなぜ映画でと反対した松竹の上層部を山田監督の熱意が動かしました。さくら、ねえ、この人誰なの？やだよ、まだわかんないのかい。お兄ちゃん？そうよ、お兄ちゃんよ。生きてたの？うん。お兄ちゃん、さくら、渥美さんも一度死んでしまった虎次郎をまたやれると大喜びでした。ねえ、やけのやんぱち、日焼けのなし、色が黒くて食いつきたいが、あたしゃ入れ歯で歯が立たないよときゃ。あれ、角は一流デパート、赤木屋、黒木屋、白木屋さんで紅を白いつけたお姉ちゃんから、ください、ちょうだいでいただきますと、500が600、くだらない品物ですが、今日はそれはくだらないとは言いません。なぜかと言いますと、神田は六方堂という書店がわずか30万円の税金で、泣きの涙で投げ出した品物です。400、300、200、どう100両だ、どうだ。虎次郎が恋に落ち、失恋嘆く旅に出る。どうしたの？目にゴミでも入ったの？そんなお決まりのパターンがすでにこの作品で確立されていました。何をしてやんだかね、まあ本当にバカだよ。ありゃそんなバカバカって言わないでよ、私も見ちゃうよ。だってバカだもん、しょうがねえやな。あの、いたの？ずっといたのかい？聞いたよ。ありがとう。笑うねえよ、おめえ。山田監督が一作だけのつもりで作った映画は公開されると大ヒット。その年のうちに続編が作られ、わずか2年間で5本も制作されました。お兄ちゃん、ところで読者の中からこんな質問がございました。虎さん映画をいつも面白く見ていますが、押村君は同じパターンの繰り返しだから、やがて飽きられる運命にあるんじゃないでしょうか。渥美さん自身はどう思いますか？お答えいたします。そういうことは役者が考えるべきことではなくて、仙様が役者に教えてくれることじゃないかと思うのです。男はつらいよが始まった年、日本は高度経済成長の真っ只中、猛烈サラリーマンが GNP を世界第2位に押し上げていました。みんないい会社に入って就職して、それで日本経済の復興にね、となった時に一人だけ俺働くのは嫌だってね、旅に出るよって言うんだから、それはね受けましたよ。時代の反逆時だと、今やったら当たんないよって、今フリーターが多いもの。学生運動が激化した年でもありました。東大安田講堂に8000人を超す機動隊が突入、大量の学生たちが検挙されました。斜陽の時を迎えていた映画界、わずか10年の間に映画館の数は半減、ヤクザ映画がかろうじて客を集めていました。学生運動に挫折した若者たちは、スクリーンで滅びの美学を体現する高倉健に酔いしれました。
出すな。そんな映画館に渥美さんの風天の虎が現れたのです。当時ヤクザ映画に熱狂する学生たちの中に作家の立松和平さんもいました。虎さんのはみんな好きだったと思いますよ。実際はみんな好きでね、渥美清さんがねやっぱり好きだったと思いますよ。ただね、男のつらいよは大好きだっていうとなんとなくね固形にかかるようなところがあってね、健さんが好きだっていうとなんかそれで通っちゃうんだけど、あれはこういじめられて抑圧されてきたいたものが最後にドス一本持って立ち上がるという非常に分かりやすい構造ですよ。それは学生が普段まあ当時機動隊にいつもボコボコにやられてたんだけども、いつか立ち上がるぞっていうなんかそういう、希望というかね。ところが一方で虎さんシリーズっていうのはね、インテリとは違う庶民の発見っていう感じだったな。その70年前後のまあいろいろ学生運動の後、学生たちはまあ僕なんかもそうだけど生活をしなくちゃいけないわけですよ。やっぱりなんかこうあまり庶民的じゃなかったわけですよ、学生運動っていうのは。インテリ の運動だったわけですよ。で一方でリアルに目の前にある現実っていうのはあるわけですよね。それも庶民の生き方ですよ。時代がどんなになっても全く変わんないようなね、それが虎さんだったと思うんですね。男はつらいよは幅広い人々の心をつかみ、この8作目でついに140万人の観客を動員しました。林道の花がこぼれるばかりに咲き乱れている。農家の茶の間、明かりが赤々とついて、父親と母親がいて子供がいて、にぎやかに夕飯を食べている。これが本当の人間の生活というものじゃないかね。君、まあその通りですね。お兄ちゃん本当よ、とってもいいこと言うわ。親子で晩ご飯食べてるだけのことでなんでそんなに感心するんだい。そうよ、どこでもやってるじゃないか、そのぐらいのことは。ただ食べてるんじゃないんだよ、庭先に林道の花が咲きこぼれていたの。林道の花だったらうちにも咲いてるよ。電気が赤々とついてさ、夜になりゃ電気つけるだろ、どこでも。分かってないな、これだから教養のない人は嫌なんだよ、話し合えないという感じがするものね。つまり結婚したいっていうこと。いや、そんなはっきり言われちゃうとね、俺も困っちゃうんだけどさ。虎さんシリーズのヒットは一体いつまで続くのか。回を重ねるごとに作る側もそう思うようになりました。ところが、地方 その映画館の監視さんたちがこの組合を作っててね、この人たちが集まって、その僕をある日呼んで、ホテルのパーティー会場に、それで寅さんは辞めるなって言うんですよね。困ると辞められちゃう。そして次の9作目では200万人に迫る勢い。男はつらいよのヒットはとどまるところを知りませんでした。懐かしいわ。どうかな、虎さんって男僕に似てるかな。あると思いますね。でもあの通り全部じゃない、狂ってやってますからね。あれはやはりワンカット、ワンカット、狙った状態に自分を持っていってやってる。こう熱気が伝わってくるでしょ。どこか本間もんのところがある。またそれを出すためには狂わなきゃやれない。渥美さんに寅さんだけにとどまらない役者としての魅力を感じている人がいました。若い頃から渥美さんの演技を見つめ続けてきた早坂さんです。
つみちゃんはトラさんという超当たり芸を持ったんだからもっと名すべしという考えもあるのはあるんですよね。あるのはあるんですよ。でもそれだけではちょっと僕はもったいない、もったいない、あれに紛れてしまって渥美清の持ってる半分の大きな悲しみの部分の表現ができなかったのが辛いなと。本当の性格俳優のドラマができたでしょうね。シェイクスピア劇をちゃんとやれる主役の人ですよ。シェイクスピア劇っていうのは喜劇と悲劇の合体でしょ。そういうのができる。早坂さんは渥美さんの役者としての未知の可能性を追求しようとさまざまな企画を提案しました。これはその中の一つ、斬新なコメディ映画「渥美清子の青春」、その台本です。これは本当にあった話なんですね。渥美清子ってもうものすごい砲丸投げの女の子がいて、で実は男だったという。で彼はどうやって生きていこうか、男で行くのか女で行くのかという、そういうことの非常に哲学的なテーマなんですけど、見かけはまあたわいがないというか。早坂さんの台本を映像化してみました。オリンピックを目指す超人的な日本選手がいた。砲丸投げで金メダルを狙う女性、渥美清子。だが彼女は興味本位の視線にさらされていた。あまりにもずば抜けた身体能力ゆえに実は男ではないのかと疑われたのだ。噂で持ちきりのワイドショー。どうなんでしょうね、本当のところは。セックスチェックを受けりゃいい、一発でわかる。そんな必要ありませんよ、彼女は女性です。そんな時、清子は突然恋に落ちてしまう。相手はスクープを狙うカメラマン泰造。初めて味わう恋の喜び。泰造の前では人が変わったような清子。脇毛が気になり練習にも身が入らない。清子は泰造からセックスチェックを受けるよう説得される。もし私が女であることがはっきりしたら付き合ってくれますか？約束するよ。本当？ああ。清子は病院へ行きセックスチェックを受けた。だが検査の結果は清子を深く傷つけた。男とは、そして女とは。早坂さんは時代を先取りしたこの作品で渥美さんの新たな可能性を探ろうとしたのです。男が女のふりしてこう砲丸投げる、確かに気味が悪いんだけど、気味悪いんだけど、渥美ちゃんだったら気味が悪いだけでは済まさないだろうと、その悲しさっていうかね、そういうのは分かってくれるんじゃないかな。しかし映画化は実現には至りませんでした。早坂さんの思いは幻に終わってしまったのです。渥美さん自身も意欲的に寅さん以外の新しい役への挑戦を始めました。昭和47年、渥美さんが企画したああ声なき友。
この映画のために自ら出資して渥美プロダクションを設立。社会派の巨匠今井正監督を招き、キャストも一流の実力派で固めました。俺たちの舞台は明日の朝南方へ出動する。戦地で病に倒れ内地へ送還されることになった主人公は、戦友たちから家族への手紙を託されますが、その直後舞台は全滅、手紙は遺書となりました。戦死なすったのは一人息子さんだったんですってね。田舎はどちらだったんでしょうか。たった一人復員した彼は、自らの人生を犠牲にして全国に散らぶ遺族を探し歩きます。別れる時にこれを。国王は戦死したのですか。はい、そのように聞いております。内地に残されていた側にも様々な悲劇がありました。その手紙はね、あなたのご主人があなたに宛てた遺書ですよ。空襲の恐怖で精神を病んでしまった女性。これいただいていいの。届けた遺書をありがた迷惑と思う女性もいました。ありがとう。そしてここで出会った人物に主人公は驚かされます。ちょっと待ってください。百瀬。死んだはずの戦友が生き延びていたのです。しかしあの遺書を受け取った女は清子じゃない。何だって。清子は3年前に別れた。今いる女はその後で拾った女だ。そうか、そうだったのか。もう戦争の音なんて聞こえやしないよ。戦争どころか新聞だって何だって戦が終わったと言ってるじゃないか。そうだろうか。死んだやつは死んだやつ、それでいいじゃないか。戦争へ行った者はバカを見たままでいいというのか。怒ったんか。そうだ、俺たちは怒っていいんだ。俺は今そのことに思い当たった。俺がなぜ貧乏を続けながら8年もの間遺書の配達をせずに折れなかったか。それは怒りだったんだ。帰るのか。帰る。忘れちまえよ、その方がずっと楽だ。遺書なんてやいちまえ。敗戦から27年、静かな怒りを込めた作品でした。これはね、みんな期待したんですよ。やっぱり渥美清の本当にハマり役だなとみんな思ったんだけどね、意外とあんまり面白くなかった。どういうわけでしょうね。どういうわけなんだろうな。何かこう、自由さがないんだな。やっぱりね、渥美さんは例えば一人で名セリフを喋り始めたりするとね、いいセリフだろうと、それから俺の喋り方はいい、うまいだろうっていうね、もうウキウキとこの内側から溢れてくるものがあるわけだ。そういうね、渥美さんの芸の見せ所が全然ない映画でね。まあ悪い映画じゃないですよ、いい映画だし、渥美さんもきちんとやってるんだけれども。このあと渥美さんは八幡村の金田一耕助や作曲家の古賀政男などいくつかの役で好評を得ますが、次第に寅さん以外の主演作はなくなっていきました。風天の寅に専念するようになっていったのです。その頃の映画会社の空気を前田洋一監督がこのように記しています。松竹もドル箱の寅さんのイメージを壊したくないため、渥美清が他の作品に出ることを嫌がり始めた節があった。私も2、3渥美清主演の企画を提出したが、いずれも却下された。
渥美清は寅さんばかりを繰り返し演じ続けることになった。こうなった場合の役者の心理状態というものは私には察しがつかなかった。はい、08。男はつらいよは完全に商業ベースに乗り、松竹を支える屋台骨となりました。72年からは毎年2本、お盆正月の看板映画となり、日本の風物詩となりました。理屈じゃないんだよこういうことは。くれよこっち。あ、泥棒。シリーズ48作の観客動員数は平均160万人、興行収入は1作あたりおよそ10億円。低迷する日本映画界で一人気を吐き続けました。かぐの絵ばかりで結構です。結構ね、結構毛だらけ、猫吐きだらけ、お尻の周りはクソだらけってんだお母さん。毎回シナリオ作りに生みの苦しみを味わった山田監督は、日本全国の失われてゆくふるさとの風景を織り込みます。ディスカバー・ジャパンという言葉が流行ったのもこの70年代でした。やがてスタッフも出演者も一本の長いドラマを作るつもりで取り組むようになっていきました。さくら、弱ったな。一作目で結婚したさくらは、二作目では子供を設けます。さあ、よく冷えたらお願いしますよ。エリサ。はいはい、ガヤです。こんにちは。はい。そして11年後には念願のマイホームを購入。なんだい、まだ新しいじゃねえか。でも建ててから3年経ってんのよ。ああ、じゃあ前に住んでる人が大事に使ってたんだ。うん。なあ。次第に豊かな生活を手に入れていく様子は平均的日本人の家庭そのものでした。もぐたこたたき、これがパソコンなの。テレビみたいね。ね、これはディスプレイって言うんだよ。そうそうそう。ああ、この子から来たのかって。そんなことまで干渉すんなよ。俺のプライバシーなんだからな。三つ。そんな中、トラさんは、お前今度結婚するんやったらどねな人がええか言うて聞いたの。せいでね。それで私、トラちゃんみたいな人がいいって言っちゃったでしょ。お嬢さん笑ってたろ。俺だって笑っちゃえ。なあさくら。相変わらず失恋を繰り返していきます。人間は何のために生きてんのかな。うん、難しいこと聞くな。なんていうかな、ほら、生まれてきてよかったって思うことが何遍かあるじゃない。ね、そのために人間生きてんじゃないのか。そのうちお前にもそういう時が来るよ。頑張れ。日本人はいつしか寅さんをどこかに実在する人物と錯覚するようになっていきました。シリーズがギネスブックの最長記録を塗り替えた頃、国民的な人気者になった役者渥美清と寅さんのイメージは完全に一体化したのです。渥美さんには別の役をやってみたいという気持ちはなかったのでしょうか。僕はそんなことはあまり感じたことはないですよ。渥美さんはその、私はずっと浅草時代から役の名前で呼ばれることを目標にしてきました。それは役者にとって名誉ですって言ってましたね。寅さんって呼ばれるのはね、考えたら日本に大スターはたくさんあるけども、役名で呼ばれた人っていないですよね。でも渥美さんは
あの寅さんで通っちゃうんですよね。やっぱ早坂さんにはそういう気持ちを漏らしたことがありますか？あります、うん、飽きたよって言ったよね、確か。それは飽きたよっていうのは、そう、二十何本取って、あ、40何本？48本でね、もっと早くなんで言わないのって。48本も取ってね、40本も取って飽きたの当たり前だって。飽きなかったらおかしいと思うんだよね。ある日、渥美さんは早坂さんに密かに温めていた企画を打ち明けました。尾崎豊斎という明治生まれの俳人、結核に侵され41歳で孤独な死を迎えました。咳をしても一人という句で知られています。自分も同じ結核患者だから、尾崎豊斎をやりたい。でね、僕俳優さんとしては非常に純粋な、ね、同期だと思う。本当に結核になった人の咳の仕方っていうのはあるんですよね。でそれが健康な人が結核患者やるとなんてのこと取ってつけたのやるんだけど、あの咳っていうのは命がけの咳ですから、すごく違うんですよね。それを知っててやってくれるとなったら、それはいいなと思って。早坂さんはぜひ NHK でドラマ化したいと考えました。二人は取材のために豊斎が最後の時を過ごした小豆島に向かいました。尾崎豊斎は一高東大を出たエリートでした。保険会社の要職に就いたものの、酒で失敗を繰り返し破滅への道をたどりました。ここが最後の時を過ごしたいおりです。漂泊の旅を続け、たどり着いたのがこの島でした。ここで暮らした8ヶ月の間に3000もの句を残しています。島の古道墓地の中にある豊斎の墓、はい、渥美さんもここにお参りしました。こんにちは。みんなあなたの好きなお酒を置いてってくれてますよね。豊斎を演じることに渥美さんはどんな思いを抱いていたのでしょうか。愛されてる感じが、本当に地味な人が見て面白いと思わないような、そういうものをやってみようという気になってるのは、やっぱりいずれ自分もああいうふうに豊斎のように名も知れずどっかへ流れていって朽ち果てるかもしれないなという、そういう予感はありますよね。うん、だから僕らだってあるんだから、あれだけ人気でわーっと上がった人ほどね、そういう落ちていく失意感というか、そういうものを怯えたり不安に思ったり、うん、落ちてしまえとか、うん、そういうものの思いはね、高く上がるほど出てきますよ。自らの企画で風天の虎とは全く違う役を演じようとした渥美さんの挑戦は思わぬ結末を迎えました。地元の NHK 松山放送局が尾崎豊斎のドラを先に放送したのです。早坂さんが考えていた NHK での実現は不可能になりました。そこで早坂さんは放浪の俳人種田山頭火のドラマを作ろうと渥美さんに持ちかけました。渥美さんはまた取材旅行に同行しました。しかし今度は出演するかどうかギリギリまで待っていました。その間に撮影の準備は着々と進められていきました。撮影の時期はどんどん来たわけですよね。本もできた、1週間前ぐらいだったかな。
NHK のプロデューサーが飛んできて、大変だ、もう渥美さんが降りるって言ってるんですけど、早坂さんなんとかなりませんか、聞いてますかって言ったら、いや聞いてないって電話して、渥美ちゃん降りるってどういうことって言ったら、ちょっと映画の方が迫ってきたし、それは今頃ないよ、1週間前じゃねえ、どうしようも手当てのしょうがない。番組は急遽フランキー酒井さんを代役に立てました。久しぶりの渥美清主演作はとうとう実現しませんでした。1991年、渥美さんはがんを告知されました。定期検査で肝臓に小さながんが見つかったのです。しかし渥美さんは映画の関係者はおろか、親しい友人にも一切知らせずに寅さんを演じ続けました。告知から4年後、男はつらいよ第48作のロケが始まりました。昨日も白股ロケうまくいったと。がんは進行を続けていました。この時 NHK は寅さんを演じ続ける渥美清さんの素顔を取材したいと申し込みました。すると関係者の予想に反して本人の了解が得られたのです。実はこの一作前から渥美さんの主治医は出演は無理だと診断していました。渥美さん自身も監督に具合が悪いので挨拶は省略させていただきますと断っていました。はい、少々走った走った走れ、行きます、よーい、渥美さん少し下手にお願いします、下手立つ位置、よーい、はい、8、トラさんが飲みすぎて酔っ払ったシーン。渥美さんは病気を悟られないように必死で頑張っていたのです。はいはい、ロケは西日本の各地を巡り1ヶ月近く続きました。行く先々で大勢のファンに取り囲まれてしまいます。社長も皆、渥美さんがガンと戦いながら出演しているとは夢にも思っていません。48作目のマドンナは出演4回目の浅岡瑠璃子さんが演じるリリー。よーい、はい、早く言ってやんなさいよ、驚くわよきっと。2人が甥っ子三尾の恋を後押しするシーンです。スクリーンにはいつもの寅さんがいました。はい、撮影は無事終わりました。でもいいんです。そして9ヶ月後、渥美さんはこの世を去りました。このロケの時、渥美さんは26年間風天の寅を演じ続けたことについてこんな言葉を残しています。寅さんが
手を振りすぎていたのかな、愛想が良すぎたのかな、スーパーマンが撮影の時に見てた子供たちが飛べ飛べ早く飛べって言ったってけども、スーパーマンやっぱり日本の足で地面に立ってちゃいけないんだよね、だから寅さんも黙ってちゃいけないんでしょう、24時間手振ってなきゃね、ご苦労さんなこったね、飛べ飛べって言われてもスーパーマン飛べないもんね、針金で釣ってんだもんね。渥美清さんは風天の虎を演じきりました。そして男はつらいよシリーズは終わりました。渥美さんの死から4年後の2000年、ドル箱映画を失った松竹は男はつらいよを撮り続けた大船撮影所を閉鎖しました。あんな俳優は二度と生まれないだろうってことは、持って生まれた才能とかさ、容姿を別にしても、ほら渥美さんが育った時代ってもの、つまり戦前の、あの戦争中の軍国主義の時代の、あのこう窮屈だった時代、それからだんだん物がなくなってきてみんなが飢えてた時代、それから敗戦後の荒涼たる、その渥美さん不良少年だったみたいだけどね、そういうこうその辛い体験があの人を優れたコメディアンにしているわけで、今どんな優れた資質を持った人、その俳優がいても、なかなかそういう将来肥やしになるような豊かな体験ができない今の国ではね、そういう意味ではこう二度と出ない人だなと。そして世の中の裏の裏ね、あんなどん底から上がってきたんだからよく見てるから、人間を造形するときにこんなときに女は泣くんだ、こんなときは女は泣かないんだよっていうのよく知ってるだろうって、だからそういう意味じゃ、その血の海だった全般の昭和、それから一生懸命働いて勤勉勤勉で、それから超えたかが分かるものではないでしょうか。浅草のストリップ小屋から半世紀、渥美清さんは観客に愛される自分の姿を最後まで追い求めました。